こんにちは、メンタリストの大学です。今回は前回の話にまた引き続いてですね、ちょっと面白い、変わった技出したいと思うんですが、ちょっとタイトルにびっくりした方もいると思うんですけど、羽生結弦選手の、プーさんの正体とはという、なんかもうとんでもないタイトルになってるんですが、どういうことか説明しましょう。多分皆さん見ましたね。僕もすごい見て、もう感動したんですけど、すごいと思って感動したんですが、ちょっと変わった方ですよね、羽生結弦選手は。プーさんのね、なんかぬいぐるみというか、ティッシュボックスとか、同時にたくさんプーさんがあったりとか、するっていう、でもすごい、金メダルのすごい方ですけど、プーさんが心理学的に、心理的にどういう効果を果たしているのかということを説明したいと思います。で、プーさんなんですが、心理学でいうところの、いわゆるライナスの毛布という、ものが、プーさんの役割は、プーさんの役割はライナスの毛布と、いうことを今日話したいと思います。で、どういうことかというと、ライナスの毛布って、ピーナッツでしたっけ、スヌーピーの、ライナスってキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターがですね、毛布をいつも持ってるんですよ。で、なんで持ってるかというと、持ってるとなんか安心するからと。で、実はこのライナスの毛布っていうのは、そういうふうに、特に幼児とか子供の頃に起こりやすいんですが、何か自分以外に何か他のものに執着することによって、例えばそれはぬいぐるみだったりとか毛布とか、例えば、ね、電車とかおもちゃですよね。そういったものに執着することによって自分の心を安心させる、心をこう平静に保つという効果がライナスの毛布にあると言われてるんです。だからプーさんは実はですね、まさに羽生選手のコーチだったわけですよ。オリンピックという、緊張のピークになるような現場でプーさんが身近にあることによって、あれがまさにライナスの毛布の役割を果たして、心を落ち着かせて平静を保たせるっていう効果があったわけですよね。だから実はプーさんはね、そういうすごい、まさに羽生選手のメンタルコーチ的な役割を果たしてということがわかります。で、もちろん、それってでも幼児とか子供の頃に、ある習慣だから大人が持ってるとなんかこうみっともないんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、そんなことは、全くないです。むしろ逆にそのライナスの毛布になるような自分を落ち着けさせてくれるものは何なのかってことを、ちゃんと、覚えておいてというか知っておいて、で、その自分が緊張して、例えばプレゼンの前で緊張するとか、発表の前で緊張する、本番の前で緊張するっていう時には、それはあえてこう身近に置くとか、ポケットに入れるとか、あとはバッグの中に入れて触ってもいいですよね。そして自分の心を落ち着かせるために、使うというのは、非常に戦略的でいい使い方だと思いますので、ぜひ皆さんもご自分の、安心できるもの、ライナスの毛布を探してみてください。メンタリストの大学でした。